はい、どうもゴルフペイング4です。ともです。りょうです。はい、プレ4めったにコラボしないですけど、前回も、だいぶ前なんだけど、ドラコンの大会にね、フリー素材で出してもいいですよって言ってくれた人がいたので、今回はまたその人に出てもらうっていう形なんですけど、ね、インスタとかやってる、ね、松田さんなんですけどね。前回出た時の動画をちょっと、まあ、ドラコンのやつ。あこれはセンター。まあドラコンで、アマチュアでもなくプロでもないっていう、珍しい人なんですね。最近出てないけど自己ベストが420ヤードだったかな。400ヤードオーバー。ロングアイアンがすごいっていうところですね。一番アイアンであったりとか、今から出てくるのはね、8度のアイアンっていうのが、あるんですね。まずそういうものがまずはもうドライバーの方を見てもらいましょうか。はい、ではどうぞ。僕もね、実際に会うのはこれで4回目かな、3回目ぐらいで、多分2年ぶりぐらいなんだけど、でかくなってたね。トレーニングもしてる様子、SNS で載せてたりね、フットサルだとか、村下幸三とか、ちょっと古めの曲好きとかね、ここの、レンジボールがかなりいいやつで、質がいいやつね、2ピースの。普通にね、ユピテルで90超えて、91とか2ぐらいまで多分出るんだと思うんだけど、で、僕も打ってて90は何回か超えたから、もう本当にレンジボールとしてはめちゃくちゃいい。そして、まあ、スピン量とかも全然、吹き上がるような感じしないし、スピン量が多かったりするんだけどね、普通は。松田選手の特徴としては、本場をとにかく使いたいというか、本場でもともと働いてたらしいんだけど、純正のさ、ウィザード系とか、でヘッドも、最近で言うと TW747 をカチャカチャしたりしてたけど、もうその前の737とか727を少しロフト立ててと、多分リアルで8度ぐらいだと思うんだけど、ドラコン選手としては珍しいんだよ。本当は、6度以下のヘッドで、ロースピンで、シャフトもね、軽かったり、柔らかいのを使ったりとかするんだけど、まあ、そこはこう何かポリシーなのか持ってて、で本人も分かってて、そこはもうちゃんとそういうクラブで打つべきなんだろうけど、実際に今使ってるクラブだと、まあ数値にはなるんじゃないかっていうのもね、 SNS で以前も見たことがあるから、打ち方的にも多分ダウンブローに近い形でドライバー打ってると思うから、中段道気味から少しスピンが入ってドロー系で、なんでだから打ち出しが10度、12度以下で2300、400で打てたらまあいいのかなっていうような感じだと思う。まあそこのレンジボールでは2500、700ぐらいだったから、だからあれが本当はねちゃんとした低ロフトのやつで打てば2000回転切ってもっと飛距離が出てたと思うし、あとこのスカイトラックがいつもとほらレンジボールが違うわけ、だから設定めちゃめちゃ厳しめで、ああそうね、ノーマルにしちゃったから、実際は多分まだ飛んでる、まだ飛んでると思う、めちゃめちゃ厳しくしちゃったっていう
甘くすることは僕らはないので、今回ちょっと厳しかったな。厳しかったです。まあ多分ドライバーも少しダウンブロー気味に入っているから、アイアンも多分ダウンブローにもちろん入れるから、だからロングアイアン上手いのかなとも思ったりするので、ちょっとそのロングアイアンを見てもらいましょう。僕のはピンのあいつの16度だと思う。もうロフトはどうなってるか分かんない変形してるのかよか、うん、でシャフトもよく分かんないっていう、うん、もう多分中錆びてるやろうなっていうやつ、うん、それでまあ260ぐらいね、まともに当たったの本当あの1球ぐらいだったね。スカイトラック的に球がちょっと打ち出しが高くないと飛距離がこう測ってもらえなかったりとか、飛距離がこう伸びなかったりしてて、松田さんが打つやつってちょっとこう低めの強い球だから、うん、測れない時とか、実際の見た感じよりも飛んでなかったりとかもしてたんだけど、8度のやつあるんだけど、あれも変形してのこうライとかロフトが10度になってたらしくて、うん、あれをティーアップして測ったら最長で288アイアンで288です、うんうん、まあ、そもそもねそういうアイアンがあるのかっていうのがびっくりしたけどもうまず見た目がもうだってねピシャってもう壁でしょ、うん、刀みたいなスカイトラックすごく厳しく設定しちゃったから、300多分いくと思う他の測定器だったら、 だから、ね、ちょっと厳しい、チャンネルと一緒に練習しちゃったコラボしちゃったなみたいな感じだけどちょっとね7番アイアンとかも見てたら、僕が7番アイアンね、測ってて大体、200とかだったんだけど220とか多分飛んでたから、僕アイアンそんなに自信ないし、ロングアイアンをあんなに簡単に打つ人は7番アイアンもちろん簡単だから、僕のとか見てても画面から見切れてんだもん、球が高すぎて、もうちょっと僕も低くしたいなと。
松田選手にはね、だいぶ、お世話になってるので、ドラゴン、ちょっといろいろあるので、団体があったりとか、まあ、ルールが、ごちゃごちゃしてたりとか、自分も今はまだアマチュアでいいんじゃないかっていう判断を、そういうところでさせてもらってるしね。鹿児島にもね、来てほしいね。多分、ドラゴンとかにも出てほしいけど、まあ、どうなんだろうかな、日程が。ということでした。またね、僕は一番や上手くなって、ちょっとまた動画にしたいと思います。どうにかして。何の選手なの？憧れだね。あれでいいの？うちのあのアイアンでいいの？あれちゃんと見てもらったら一回ちょっと。それ用に G410 のあの、クロスオーバーみたいなやつ。ちょっとズルだけどね、キャビティだから。一番アイアン、ちょっとシダ動画出しましょう、今度。はい。ということでした。はい。ありがとうございます。